皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だよ。なんていうか、ピリッとしない試合だったよね。ベトナムが強かったというよりは、日本が攻めあぐねていた、って感じでしたね。かろうじて勝ち点3は取ったけど、オマーン戦が、より心配になる試合だったよね。とりあえず得点シーンは気持ちよかったから、そこから振り返ってみようか。南野のアシストも良かったですよね。しかし伊藤は早い。早いなーって思ったシーンがもう一つあったよね。あれは、ちょっと判定には私は疑問です。あれ、一体どういうことなんですか？簡単に説明すると、伊藤純也がシュートを打った。その瞬間に、田中碧はオフサイドポジションにいた。これは、VAR のオンリーレビューで確認できるんだけど、要するに、その時にプレイに関与してるかしてないか、ってことだね。どう見ても、プレイには関与してないと思うんですけど。審判の判断は、田中碧のポジショニングがゴールキーパーの視界を遮る、って形でプレイに関与してる、ってことだね。あれぐらいで取ってたらプレイできないような気も。それを踏まえて、動画で見てみると、自陣からパスを受けた伊藤がそのままドリブル。相手が全く戻れないまま、敵陣深くまで持ち込んでそのままシュート。その時に横切ったのがプレイに関与ってことだね。何度見ても、納得できないのが正直なところなんですけど。これにはダゾーンの解説陣も判断に苦しむところだったんだけど、内田篤人と岩政大樹の裏解説では、興味深い発言をしてたんだよね。岩政、内田ともに、このパターンね、このパターンよくある、と、発言。そうなんですか？ともにディフェンダーの選手だから、発言にも説得力があるよね。田中碧がベトナムのディフェンダーラインから抜け出してしまっていたことを確認して、これはオフサイドですね、キーパーももっとアピールすればよいのに。と、ベトナムのディフェンス陣に苦言を呈すほどだったね。審判が VAR の確認をしに行った際は、ああ、これ取られるね。視界塞いでるからね、微妙だけど取られるだろうね。と、オフサイドが濃厚という判断をしていた。もちろん微妙な判定ではあるけど、決して誤審というわけではないようだね。そうですか。こんな判定でモヤモヤしないよう、追加点を取ってくれたらよかったんですけどね。そうだね、世間の反応も同じような感じだった。ダゾーンの映像を見直して停止してたら、田中はオフサイドポジションだった。シュートコースじゃなきゃよかったのに残念。キーパーからすると、横切るだけでも反応遅れますし、海外リーグでもあのような形は全てオフサイドです。にわかな私には、ちょっと意味不明でした。結果論ですが、田中の位置は不用意だった。これはホームタウンディシジョンの判定。なるほど、しょうがないって感じですね。言う通り、そこから追加点を取れないことの方が問題だよね。それについてはキャプテンの吉田麻也もインタビューで、いくつかデザインした形は持っていたけど、うまくいかなかった。点が入る雰囲気も足りない。そこは改善しないといけないとずっと思っている。なんとかしないといけないけど、どうすればいいのかは見出せていない。と、コメントし、遠藤航はより具体的にセットプレイの重要性について、セットプレイのオプションは前日練習をするときはする。攻守に確認できている。オプションを持つのが大事だし、もっとシンプルでいいと思うこともある。試合の中での判断。オプションを成功させるためには、一人一人の動きがハマらないと成功しない。今はいろいろ試しているが、結果が出ていない。と、いろいろ試してはいるものの、結果が出てないことについて、頭を悩ませているようだね。これについては裏解説で岩政、内田の両人からも、日本って最近、直接フリーキックがない。それって結構問題だと思います。ワクワク感がない。昔だったら、本田さんとか、清武とか、問題だと思う、フリーキック。とっておきの飛び道具じゃん。中村俊輔が、蹴ってくるんだと相手もファウルしない。と、厳しい言葉。今までだと中村俊輔や遠藤康人、本田圭介とかセットプレイはチャンスの予感がしてたんですけどね。今だとセットプレイは田中碧、あとは柴崎かな。確かにセットプレイから何か生まれたことって最近ないよね。ボールを置いて、落ち着いて攻められる唯一の機会なんだから、もっと連携や質を高めてほしいですよね。直接狙って入ったら気持ちよいけど、コーナーキックとかもなんとなく放り込んで跳ね返されてるだけみたいに見えるもんね。間接フリーキックの時も、相手との駆け引きやサインプレイで得点の機会も増えていくだろうし、そこも課題だね。得点力不足。日本の永遠の課題ですね。森保監督もそれは自覚しているようで、勝ったことをまず喜びながらも。ただ、追加点を奪って、より我々が主導権を握って試合を進めるために、次の試合に向けてまた取り組んでいきたい。と、言及。ベトナム相手だったら、得失点差も考えた上で勝ち点3、が理想でしたもんね。それが結果は1点差の心象。
その原因については、まず輸送トラブルだよね。国外組の11人の合流が遅れた点。コンディションが整ってない、これは毎回言い訳みたいに聞こえてしまってるからなんとかしてほしいのが本音だけど。そしてもう一つ大きいと個人的に思うのは、選手の使い方だよね。と、言うと？コンディションに不安が残るトラブルに巻き込まれたのはしょうがないとしても、先発メンバーは、あまり変わり映えなく、右サイドバックに山根美希が起用された程度。交代についても、大体パターン化してるよね。長友に変えて中山、前線は南野に変えて浅野、大迫に変えて古橋。中盤は田中碧に変えて柴崎。大体このパターンで、ベトナム戦でもこうだったよね。固定した方が連携とか取りやすくなっていくって判断なんですかね？そういう面もあるかもしれないけど、今までこのやり方でやって、毎回得点力不足なわけじゃない？だったら、三笘や前田、追加で招集した堂安とか、現場にしかわからないコンディションの問題とかがあるのかもしれないけど、試してほしいなってのが私の感想かな。特に上田や前田、旗寺の国内組はベンチにすら入れず、国内組は、海外組よりも早く現地入りしてるんだし、コンディションも整ってるんじゃないかと思うんだけど、それでも、なんか海外組の今までのメンバーを優遇してるように見えて、しょうがないんだよね。確かに、前田なんて得点ランキングトップですもんね。それでも代表で使われないんじゃ選手のモチベも怪しいですよね。今日本のいるグループ B、得点数で言うと全敗で勝ち点0のベトナムと並んで日本は最下位なんだよね。守備陣の奮闘もあって、勝ち点をなんとか稼いでいるけど、得点数だけ見れば今の順位は出来すぎ。オマーンと中国が引き分けたことで、順位は3位に上がったけど、浮かれられる状況ではないよね。ですね、オマーンには前回負けてますし、同じようなことにならないことを祈るしかないですけど、問題はセットプレイの精度、あとはメンバーの固定化、ですかね。ベトナム戦、そしてオマーン戦に向けての世間の反応はどんな感じなんでしょう？ベトナム相手に、この内容の薄さと戦術の進歩のなさには正直がっかりする。ベトナム戦、勝つには勝ったがオマーン戦に向け新戦力を試さないのはなぜ？ぶっつけで結果が出るのか？得点力のある選手はいるが、それを活かす戦術がないのが今の日本。日本と関係ない視点で見れば、4位のチームが6位に勝っただけの試合。オマーンもホームの日本戦、絶対落とせなくなった。よりアグレッシブに来るだろうし怖い試合になる。今の日本代表は、他国が勝ち点を落とすことを気にしている余裕はない。昨日のような試合をしたらまた負ける。しかしベトナム相手に1点しか取れないんじゃ先が思いやられるわ。監督の選手起用、采配に問題提起がなされているが、確かにそれは結果に現れていると思われます。オマーン戦、個人技頼みで戦術もクソも全くない試合内容を見る限り、非常に厳しいと言わざるを得ない。相変わらず厳しい言葉が並んでますね。セットプレイにしても、メンバーの固定にしても、ぶっちゃけた話、選手一人でどうこうなる話だと思えないんだよね。相手によってシステム、先発を変える。試合の状況によって交代のメンバーをその時で最適な選手に変える。セットプレイの質を高める、これらって監督やコーチの仕事だと思うんだよね。確かに。個人の能力で、たまたま点が取れてるのが今の日本だとすると、同格や格上と戦った時に、どうしても得点は取りづらくなっちゃうよね。そこをチームで補ってくれたらと思うんだけど、森保監督がやり方を変えるか、もしくは、ですね。そうだね。出場を逃すのが決定的になって交代しても意味がないからね。自力で出場の目があるうちに、何らかの形で改善してほしいよ。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。